レディオスマイル、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 1、2、3、4、宮野真守のレディオスマイル。皆さんこんばんは、宮野真守です。さあ今週も始まりました、宮野真守のレディオスマイル。わーさあ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 、もうすでにお気づきでしょうか、いつもと違うこの環境をですね、皆さん気づいてると思います。そうです、外に出ております。なぜなら、先週気まぐれのように宮野真守が、お花見をしたいと言ったら、あじゃあせめてオープニングだけでもということで、なんと、ラジスマチーム外に飛び出して初のロケをしております。そしてお花見というか桜の下で今レポートしております。いやすごいですね。いや先ほどもね、もうすでにここに来る前にもですね、たくさんたくさん桜を見させていただきながら歩いていて、いやなんかやっぱり心がほっこりするというか、だんだんねもう咲き始めてる桜を見ていたらなんかね、心が洗われるようでした。綺麗だったな。なんかお花見ってこういうことなのかなって、酒飲んで騒ぐだけじゃねえななんてちょっと思っちゃったんです本当に。でしかもみんなと見れてね、やいのやいの言いながら、あそこが綺麗な写真撮れるんじゃないとか言いながらやってるのが、あなんかこういうことかなお花見ってみたいな風に思わせていただいちゃいました。まあオープニングだけなんですけども、この後ですね、せいやと山田がお弁当作ってきたみたいなんで、それを眺めたいと思います。ちょっと食べるの無理なんで、はい、それちょっとスタジオの中でお送りすることになるので、皆さんねこの後もねぜひね聞いてくださいね。ということで今週も張り切って参りましょう。宮野真守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りします。さあということでスタジオに戻って参りました。いやよかったね、初めてのロケなかなか楽しかったです。お花見気分ね味わえちゃいました。まだまだね味わっていきたいななんて思うんですけども、先週そう僕が気まぐれに言ったことに対して律儀に二人の男がお弁当を作ってきてくれて、いや僕は正直嬉しいです。大変だったと思うんだよね、男がこの人数分の弁当分量すらわからない中作っていくのは大変だったと思うのですが、それをねこの後はいじり倒したいと思いますね。その前に、皆さんからのメールを読んでいきたいななんて思うんですけども、まずは、やっぱほっこりかな。ラジスマネーム、マータタさんからいただきました。マモさん、マモ版は、マモ版は、先日、娘が誕生日を迎えました。おめでとう。毎回、誕生日に、保育園ではスピーチをすることになっているのですが、保育園の子だ、娘。今年のテーマは、大きくなったら何になりたいか、でした。娘のスピーチのタイトルは、宮野守る、でした。タイトルが嘘でしょ。娘タイトル、宮野守るって書くの？すごいね。先生方は、ざわざわ。そりゃそうだよね。急に、保育園の子が、宮野守るっていうスピーチを始めたら。内容は、大きくなったら、マモちゃんのライブのお洋服を作ってマモちゃんに来てもらいたいという内容でした。それまでマモさん頑張ってください、だって。わかりました。俺何歳だろう。ねえ、順当に言っても、まあ、20年かかるかかかんないかでしょ。俺が今16だから。ちょうどいいかもね。待ってるよ。ありがとうございます。いや、スタイリスト。また新たなスタイリストゲットですね。ラジスマネーム、ミュータソさんからいただきました。ほっこりね。マモちゃん、マモ版は、マモ版は。早速ですが、私の隣のクラスに山田がいます。去年はクラスに3人いました。いるね、やっぱいるんだね。山田は。3人もいたって去年は。まあ、今年は隣に山田がいるそう。隣の山田くん。これ笑ってんの、昭和を生きた人間だけだろ。
私は山田がいると調子乗ってんじゃねえぞ山田って言いたくなります。まあな、このね、あのヘビーリスナーなんでしょうね、うん、楽しく聞いてくれてるんでしょうね。この前隣の山田に、おい山田この野郎調子乗ってんじゃねえぞ山田と言ったらめっちゃ困ってました。かわいそうなことをしたなぁと思います。うふだってドS ミュータソドS、何俺はこれにほっこりしてんだって感じ。なんか可愛いなと思って、いやこのね、あのラジオを楽しく聞いてくれてるんだなということが伝わりました。ありがとうございます。そして、ふつおった、マモラジネーム呼び捨て希望マヤ、マモちゃんマモバンはマモバンは、先日行われた文豪スレドックスの先行上映会参加させていただきました。ありがとう。放送前なので詳しいことは言えないのですが、とにかくすごかったです。もうすぐじゃない放送。そうだよ。もう4月 ?4 月になってるもんね。いやー。どんどん作品に引き込まれましたと。ありがとうございます。トークショーでは、五十嵐監督からキャスティングのお話や合宿をされたお話を聞けたり、第1話収録前に練習があったという、きっとマムちゃんと上村くんが先輩後輩だからこそのお話が聞けたりと、皆さんのトークから作品にかける熱い思い、そしてチームの絆を感じました。それから個人的にはトークショー後半、コラボフレグランスの紹介の際、気になっていた香りの感想が聞けると、ワクワクしながら待っていたら、マモちゃんの甘い匂いの言葉の後に、匂いが届いてきたのが驚きでした。あ、届いたんだね、そこまでね。そう。その後さらにシュッシュってしてくださったおかげで、しっかり香りの確認ができたので、帰ったら無事ゲットできました。おーゲットしてくれたんだ。ありがとう。もうすぐ放送の文豪スレドックス放送を楽しみにしています。ありがとうございます。そう。あのね、コラボグッズがね、たくさん出てるんです。香水だったり、フレグランスね。うん、ボディミストか。だったり、文豪スレドックスのキャラが表紙になっている本当の文庫本とかね。うん。太宰治は人間失格が出てるんだけど。今もね、僕も読んでたりとかするんだけど。あと、クリアファイルとかね、いろいろグッズも展開して、コンビニとの展開とかもあるらしいので。楽しみに待っててほしいんですけど、とにかく放送が始まりますから、もう面白いって自分たちで言える作品を作ることができて、それを皆さんに見てもらえる、幸せなことだなって思います。そのステージ上でもたくさんたくさんね、作品にかける思いをね語ったんですけども、とにかくまずは今聞いてくださっている皆様にはテレビの放送を見てもらいたい、そこから感じてもらいたい。自分で言うのもなんだけども、ものすごい完成度のアニメです。最高のエンターテインメントです。映像から受ける迫力に思う存分酔いしれてください。僕もね、魅力的なキャラクター、太宰治というキャラクターを演じております。お楽しみに。さあさあ、そんな中、先週の放送を聞いてくださった方からね、やっぱお花見関連のメールが届いていて、こちらね、お手紙ですね。封筒、便箋。やっぱりいいですよね。思いが伝わる、あったかいなって思いつつ、中身を見せていただいたら、桜のメッセージカードなんだよ。開くとパッて花が咲く。これ綺麗だね。ありがたい。ラジオネーム鈴子さんです。ママちゃんこんばんは。こんばんは。いつもとても楽しく聞かせていただいています。ありがとう。ところでお花見行けましたか？行けましたよ。冒頭で行ってきました。本当に綺麗でした。山田さんとせいやさんの手作りお弁当食べれましたか？これからですよ。美味しかったですか？きっとまずいです。やる気満々だったせいやさんのお弁当も、自信なさげだった山田さんのお弁当も気になるので、ぜひ食レポお願いします。任せて任せて。お花見に行けてなかった時のためにマモちゃんに桜をお届けしますと。それで桜のメッセージカードで送ってくれたんだね。ありがとうございます。そしてもう一通、メールですね。ラジスマネームルミさんからいただきました。マモさん、マモバンは、毎週楽しいラジオありがとうございます。こちらこそ。桜も咲き始めて、だんだんと春になってきましたね。本当だね。まだ咲くな、まだ咲くなって思ってたんだけども、やっぱ咲いてみると綺麗だなって、咲き誇れって思いました。私の住んでいるところでは、約1000本の桜の並木がとても綺麗な場所があって、お花見の季節になると屋台がたくさん出るので、本当にお花見にはもってこいです。夜にはライトアップされて、昼と夜違う美しさがあるのも魅力です。また
桜の開花と同時に近くで菜の花もたくさん咲くので、ピンクと黄色のコントラストが美しくて、わあすごいね。ぜひとも見てほしいくらい綺麗なのです。わあ、なんか心が本当に洗われるようだよね。どんだけ普段すさんでるんだって思うけど。そんなことないよ。公園ともつながっていることもあって、小さい頃家族と一緒にそこでお花見をして遊んだのを思い出したらほっこりしてきました。もうすぐお花見の季節ということで、ラジスマでもお花見ができるといいなと思いますし、聖夜さんと山田さんの手作り弁当も気になるので、いつかお花見会をやってくださることを期待しています。お待たせしました。さあここからはラジスマお花見スペシャルということで、なんと山田と聖夜が、お弁当を用意してきてくれたので、どんなお弁当なのかね、本人たちに持ってきてもらいたいと思います。来いよ。中、入って来いよ。来た来た。お邪魔します。ようこそ。山田と聖夜でーす。な、コンビ名。山田と聖夜のお二人に来ていただきました。さあ、お二人が持ってきたお弁当をまず出してください。はい、はい、今日です。お来た。あ、わ、やっぱね、年のコートはよく言ったもので。放送作家山田は、ちゃんと風呂敷に包んで、お弁当の手を取って、それに引き換え、はい、タッパー剥き出しの、せでも新品のちゃんと買いました。新品のタッパー。なんか包むとかなかったんかよ。だから、もうびっくりがないよね、君の場合はね。あ、そうですね、もう剥き出し。あ、そこも多分考えてんだよ。風呂敷に包んだお弁当と、中の見えないタッパーで山田持ってきてるわけ。こちらですみたいな楽しみができるじゃない。それに引き換えスケルトン。なるほど。それに引き換えスケルトンのお前のお弁当はもう全部が丸見えで、若干引いてます。お弁当でこれかって、まあ後で紹介しますけど、お弁当でこれかって思いますよ、皆さん。じゃあまずはじゃあ山田からね、お風呂敷開けてみましょう。ダダン。うわー、えらい、サンドウィッチ。だってお花見だもんね。うわ、え、卵サンドとハムサンド。これ本当初めて作ったの？初めてですね。見よう見まねで。これちょっと、ポイント高いと思いますよ。あざます。まあ、後でお味見してからまた感想は言いますけども、次は何だろう。うわ！え？卵だよ。え？上手じゃない？え？くるくるちゃんと巻いてあるよ。巻けましたね。巻けました。初めてじゃないだろう。女に作ってんだろ。合コンで知り合った女に作ってんだろ、山田。調子のんじゃねえぞ、山田。すごい。すごいなぁ。ほんで、その、見えないタッパーには何が入って、おかずだよね、きっとね。か、う、え？唐揚げを、揚げてきました。揚げたの？揚げたの？唯一作れる。料理が。唐揚げ、はい。いや、ちょっともう、ぐーんとポイントが山田さん、すごい、山田さん。思わず山田さん、すごい。そして、最後はタコさんウィンナー来たータコさんウィンナー来たー。上手。これは、完璧なお弁当です。ありがとうございます。厚焼き卵、完璧じゃないこれ。いやー、さあ。ということで、高校、西村聖也。はい。まずは、その、麻婆豆腐が入ってるタッパーから。ありえなんですけど。お前、ふざけよ。お花見で麻婆豆腐。時には、爪楊枝しかなかった場合、どうすんだよ。もう、油の浮いた麻婆豆腐。お弁当なんだから、それは冷めるんだよ。表面でラー油と油の固まったカッチカチの麻婆豆腐。でも味は自信ある。なるほど。まあもったいぶって開けたけども、中丸見えだから知ってるけどね。お、次は何、そのクタクタのほうれん草で。小松菜。クタクタの小松菜。こちら小松菜。怖いよ。小松菜と怖いよ。椎茸をバターで炒めて。小松菜と椎茸をバターで炒め
ったのを大きめのタッパーに入れたもんだからもう、クタンって全部が、もうしなびてる。全部が全部しなびてるよ。でも味には自信がある。本当に美味しいです。もういつも作ってますから、本当に。本当、はい、料理には自信があるそうです。はい、さあ、最後は？じゃあ最後、これも本当に僕の一番得意。謎の。これ肉じゃがです。俺そんな色の肉じゃが見たことない。あの下にじゃがいもとかある。ちょっと今これ盛り付けがあれですけど。油揚げ入ってんの？油揚げ入れるんです。へえ。福井では？福井ではかもしれない。僕の家は。へえ。じゃあちょっとせっかくなんでみんな入ってきてください。食べましょう。さあ、じゃあ取り分けていただいて。あ、気づきました。山田さんはまあ副菜、まあおかずメインとあと主食というかパンちゃんと。用意してるでしょ。せめて米らしきものはよ。おにぎりをさ、作るとかさ、せめて、サラでお前麻婆豆腐行くの？行こうか。そうですね。味には自信あったんだからね。はい。じゃあまずは、山田の、まずはサンドイッチから行って、卵サンドは意外と難しいんですよ。え、これほんと、なんか、その情報だけで見よう見まねで作ったの？ネットで調べて。確かにね、横漏れが激しい。これ撮って、これ、卵サンドの横漏れが激しいの撮ってこれ。いや、いいよ。たっぷりある、たっぷりあるってことだからね。めっちゃ垂れてきた。いただきまーす。うん。100点。お、ありがとうございます。いや、俺食べてみて。島津さんこれ食べてみて。いや、上手。ちょっと一言だけください。美味しいか美味しくないかだけを山田に言ってあげてください。山田の卵さん。美味しいよ。ほら！ありがとうございます。ちょうどいいよ。でしょ？塩加減ちょうどいいのよ。え、でもちょっとこれは怖いな、卵。山田、硬すぎるよ。ですか。橋が通らないよ、山田。山田、カッチカチだぞ、卵カッチカチやぞ。味は？美味しい。やった。俺、このカッチカチ好きだわ。ありがとうございます。うん。硬いんじゃなくて、詰まってる感じ。なるほど。層が。うまっ！あ、でもこれ自慢の唐揚げなんだよね。ね、じゃあ、タコさんウインナー。お、見て、この上手なタコさんウインナー。ちょっと下手だけど。この辺が男の料理みたいな感じがしていいよね。この、やばい足があるやつ。うん。美味しい。全然間違いない。山崎秘伝の、これ何？親が教えてくれるやつ？そうですね。これ本格的すぎて。ちゃんと、ちゃんと、これ作れるのはすごい！ちゃんとしてる！すごい！ちょっとビール持ってきてもらっていい？これをビールだわ。もちろんノンアルコールでーす。さあ、もう時間もないので、はい、じゃあこのクタクタの小松菜椎茸。うわ、なんか。あ、いい匂いだよ。いただきます。え、俺これ罰ゲーム？美味しいです。絶対美味しいです。これダメだけどね。絶対美味しいです。いただきます。うん。これはね、美味しい。やったー。うん。これはね、美味しいよ。でこれ麻婆豆腐です。油の板ね。これ本当に作ったの？もう一からです、本当に。おー。あー。え？美味しい、美味しい。うん。最後変な味。これ最後の変な味何？山椒めっちゃ入れたんですけど。でも美味しい美味しい。あ、ありがとうございます。すごい美味しい。最後変な味。なんで最後にファーってくる。ファーってくる。いや、美味しいよ。でも、おわらびじゃないよね。でも自慢の肉じゃがですよ。これです、自慢の肉じゃが。肉カッチカチやぞ、お前。
山田のあの柔らかい唐揚げ食った後のお前の豚肉カチカチやぞお前。いつもよりいい肉買ったんですけど。うん。油揚げね。うん。うん。あのね、美味しい。お、ありがとうございます。すごいよ。本当に料理男子だったんだね。ああ、ありがとうございます。一個だけ言っていいでも。一個だけ言っていい、はい、つまらん。ダメですいや、でも、よかった、よかったんじゃないですかね。ああ、いいお花見会になりましたし、ぜひね、この後みんなでスタッフで美味しくいただきたいななんて思うわけですけども、勝者は山田！ありがとうございますお花見お弁当対決でしたいつからだよ。リクエストいきたいと思います。指付けをマシュマロメンタルさんからいただきました。私がリクエストしたい曲は、Can't Ever Let You Go です。まもなく始業式を迎え、中3として、新しい生活が始まるのですが、私は中2の頃、大好きな先生がいました。その先生が今年度から異動になってしまい、思いを伝えることができないまま、会えなくなってしまいました。大好きな先生って、もう恋ってことなんだね。春休みが終われば会えると期待していた矢先のことだったので、未だに立ち直れていません。ですが、この間勉強中にマモちゃんのアルバムフロンティアを流していた時にふと、Can't Ever Let You Go の、瞳閉じても君がいて伝えたい思いがある、僕の笑顔は君のためそばにいたいの歌詞に共感し、思わず涙が溢れました。先生との思い出や伝えられなかった気持ちなどを重ね合わせながら日々聞かせていただいています。中3になり、冬には受験を迎えます。部活や勉強などで辛いことも多くなる時や、私以外にも新生活を迎える人もたくさんいらっしゃるので、失恋ソングでもあり、私にとっての応援ソングでもある大好きなこの曲でスタートしたいと思ってリクエストさせていただきました。よろしくお願いしますと。そっか、あなたにとっては失恋ソングになってしまったんだね、この恋の歌もそうだね。でもそれを応援ソングとして受け取ってくれるのは嬉しいし、はい、じゃあちょっとでもね、この曲で癒されてほしいななんて思います。宮野守のレイディスマイル、もお別れのお時間です。それではここでなんと重大な発表でございます。なんと次回のレイディオスマイルで5月11日発売の宮野守14枚目のシングルシャウトを全宇宙、全世界初公開しちゃいますよ。こいつは楽しみだ。皆さんお聞き逃しなく。この番組では皆さんからのメールをガンガンお待ちしております。メールアドレスは mamo@joqr.net mamo@joqr.net です。おはがきの宛先は郵便番号105-8000に文化放送宮野守のレディオスマイルまで。そしてお送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。なぜならばレディオスマイルのノベルティグッズ缶バッジが当たるからなんです。ということで今週はですね、唯一お手紙で読ませていただいたこの方に、送りたいと思います。桜のねメッセージカード、とても綺麗でいいお花見会になりました。ラジオネームすずこさんに、送りたいと思います。おめでとうございます。なので皆さん、おはがきやお手紙でもどん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 送ってきてくださいね。さあ、お花見会楽しかったね。いや、2人が本当に料理がうまくてびっくりした。本当に唐揚げなんてなんかね、お惣菜屋さんで食べる味。これ食べさせてあげたいな、本当にみんなに。本当に麻婆豆腐美味しかったんです。でも最後変な味っていうのがなんかパッてくるまあ変じゃないんだろうね、きっとね。なんかそういうスパイス使ってるんだろうね。いや楽しかったね。いや、いいお弁当でした。またお花見会やりたいね、来年もね。さあ、その時はガチのビールを飲みたいと思います。ただね、一言だけ言えるのは、面白くないその面白さで言ったら面白くない。以上、宮野守でした。バイバイ。美味しい、でも面白くない。楽しい、でも面白くない。結果失敗失礼。宮野守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。